アンソニー・ヨセフ・アルジェンゴ3世は、アメリカ合衆国、アラバマ大学の特別名誉教授、ドイツ・ブラウン・シュバイク工科大学の客員教授、化石燃料に代わる木材エネルギーの生物資源に、基づいた持続可能な科学のためのスタンス連立組織の共同創設者である。また、アルジェンゴは、異常原子化化合物に関する研究、特に安定なカルベンの研究分野で著名な科学者で、 ある。アルジェンゴは、1952年フロリダ州タンパに生まれ、ジョージア州アトランタで育った。アルジェンゴの父親は、印刷職人であり、アトランタに関し者で、機械校として仕事に携わり、アルジェンゴに機械と科学に関するすべての知識を身につけさせるために、これらの面白さと技を少しずつ教え込んだ。この教えにより、アルジェンゴは、 父親と共同で手術だったな部品から、初めての車を16歳で作り上げた。それは、作品として終わらず、合法的で、路面に適した車体であったため、行動を走ることのできる車として登録された。再利用工学技術に関しては、この時アルジェンゴの作った車は、アルコールと水素ガスで走るため、化石燃料で走る車の代用車として改良後、実用化された。 このようなアルジェンゴの技術の才能は30年後、ブッシュ大統領の2003年、合衆国水素燃料イニシアチブと米国エネルギー科学資源水素貯蓄プログラムへのアルジェンゴの専門的な研究関与を予期するものだった。アルジェンゴは、ボーダークレスト、マイナスミードビュー小学校とウォーカー高校に通った。1969年、アルジェンゴは高校を中退し、 高校生のためのジョージア工科大学の入学プログラムで大学に入学した。アルジェンゴはジョージア工科大学で学士の学位を優秀な成績で1974年に取得し、博士の学位を1976年にエドワード・バージェス教授から収めた。これによりアルジェンゴはジャスタス・リービッヒ教授のアカデミックな子孫となった。ジョージア工科大学で学生の時、 アルジェンゴの研究活動はチャールズ・ロッタ教授の研究室で始まった。アルジェンゴがバージェス研究室に移った時、アルジェンゴは NSF 学生賞を1972年と1973年に授与された。また、学部学生の時、アルジェンゴはジョージア工科大学の吹奏楽団の一員であり、執行部でその楽団長として務めた。1971年、 アルジェンゴは、夫妻のイオタチャプターに就任した。1972年、アルジェンゴはオーデルタのアルファー、イータサークルに選出された。後にローカルサークルの幹事と総長に就任した。アルジェンゴは、1976年から1977年までと1984年から1998年まで、デュポン社で研究者として働き、 1977年から1984年まで、イリノイ大学で女子として勤めた。アルジェンゴは、1999年からアラバマ大学に特別教授として勤め、2018年に大学の教育者を退職し、同大学科学科の名誉特別教授に就任し、現在も研究を続けている。また、ドイツ・ブラウン・シュバイク工科大学の客員教授としての、 職員にもついている。デュポン社の中央研究所と開発部において、アルジェンゴは科学の領域での研究の実績をデュポン社に勤め始めた1977年と1984年にデュポン社に戻った時から積み始めた。1988年、アルジェンゴは研究班長に就任した。 1991年に CR&D のポリマーブに移動し、開発部長に昇進した。デュポン社での最終的な職位は、1995年に就いた特別研究栄養職であった。1996年にフンボルト賞を受賞され、アルジェンゴが大学に戻る転換期となった。1年間、フンボルト賞により、ドイツのブラウン・シュバイク工科大学で研究した。 デュポン社に戻っても、ブラウンシュバイクで客員教授の職位が約束され、1999年に米国アラバマ州タスカルーサでアラバマ大学の科学科の特別教授に就いた。アルジェンゴの研究に対する興味は、新規性、または異常性を示す結合体系及び異常原子化化合物に関する科学に焦点を置いている。バージェス研究室で大学院生の時、 アルジェンゴの研究は有機典型元素化学、特にチオカルボニルイリドと低廃異調原子化用化合物に関する内容であった。アルジェンゴがデュポン社に勤め始めた1977年、アルジェンゴは CR&D のハワード・シモンズの探索科学の研究グループの一員になった。アルジェンゴの研究プロジェクトは有機合成のための反応主役として、 無機酸のトリメチリシリルエステルに関する内容であった。イリノイ大学では、アルジェンゴは、さらに広範囲の有機典型元素化学に関する研究と異常原子化化合物について研究を深めた。アルジェンゴの初期の電子欠損型カルベンについての研究はこの期間に進められた。電子欠損型のカルベンに関するアルジェンゴの研究は、 ニトリルイリドとカルボニル入り度の初めての構造解析につながった。アルジェンゴのその後のカルベに関する研究は科学の領域に最も貢献することになった。イリノイ大学での研究期間中、アルジェンゴはマーチン教授と緊密な関係において共同研究を行った。マーチン教授は物理有機化学分野の研究者で、 有機点検元素化学分野と超原子化化合物の研究の第一人者であった。多くの実験技術及び研究に関する議論は、アルジェンゴとマーチン教授の間で繰り広げられ、時には昼食時間も超えていた。異常原子化化合物と典型元素中心の結合における議論を促進するために、マーチン教授とアルジェンゴは NX、エルメイメイ法を考案した。 初めての平面 T 型中電子マイナス3排輪化合物の合成と構造解析はイリノイ大学でアルジェンゴ研究チームによって達成された。この業績はアルジェンゴがデュポン社に戻った時に新規有機典型元素化学の現象への研究の方向性を決める成果であった。最終的なイリノイ大学での研究は新しく発見されたアドポの化学を ヒソ類自体へ展開させた。デュポン社に戻った1984年、アルジェンオは CR&D の職位につき、発見したアドポ分子と関連する構造科学の研究を続けた。この一連の研究は、多くの興味深い実りのある結果を生み出し、新規で異常な結合様式を持つ化合物群に関する文献が、数多く掲載される一筋の学術的に魅了される。 分野を切り開く結果となった。アドポに関する科学は、新しい反転機構である、エッジ反転の発見の基本となり、この反転機構は、デュポン社におけるアルジェンゴとデイビッド・ディクソンの共同研究によって、完全に解析され、そして、一般的なモデルとして考えられた。さらに、デュポンのチームは、三イリン化合物と四イゲルマニウム化合物の、 中心元素での新しい反転経路における実験的な立証を行った。デュポン社でのアルジェンゴの研究ではフレキシブルなポリイミドフィルムの開発を含む数多くの応用プロジェクトも進められた。このフィルムはフレキシブルな印刷が高い色、連結部品、そして絶縁体等の電気部品に広く使われている。デュポン社でのアルジェンゴの研究はアルジェンゴの研究室以外の趣味に よく通じるものがあった。例えば、スポーツカーのような趣味ともアルジェンゴの研究は関連していた。アルジェンゴは、次世代の低気発性有機化合物ペイントにおいて、デュポン社製コーティング剤として使われている、新しい可供化学用の触媒を考案することによって、低 VOC 自動車コーティング剤の開発にも貢献した。実際には、デュポン社清水溶性コーティング剤は、 ロータスのエリーゼとエジジモデルに使われている。アルジェンオが仕事で手掛けたペイント用触媒の工業スケール合成への貢献はカルベン科学の領域に再度入るきっかけとなった。しかし、この時カルベンについての研究は先に記述したカルボニルイリド等を合成した旧電子的なカルベンというよりは嗅覚的なカルベンの内容であった。触媒合成では 様々な反応条件と反応気質をよく用いることができた。この時の実験結果の観察によりアルジェン号は合成上の中間体であったイミダゾールマイナスにイリデンの存在を仮定した。また、この時アルジェンゴはこの科学種はこれまで常識で知られていた不安定性を示すというよりもずっと安定に存在するに違いないと考えていた。 アルジェンゴの自動車用コーティング剤開発プロジェクトが終盤に差し掛かったとき、アルジェンゴは上記の研究過程の中で考えていた研究分野、すなわちかなり安定に存在すると仮定していたカルベンを単理し、この領域の科学分野を研究するために CR&D のマネージメントへ申請書を提出した。この案件はかなり丁寧に悟すように断られた。 それは次のような理由であった。アルジェンゴはカルベン科学の長い歴史の中で一筋の明るい未来を想像するためにかなり効果的なカルベン管理の研究手段を考案していたが、当時カルベン科学は反応活性な中間体としてかなり確立された領域であり、この中間体は安定な実態としてこれまでに管理されたことがこれまでになかったという理由であった。 しかしながら、アルジェンゴは、すでにこの歴史によく認識しており、この科学の進展のために手元に出発物質を持っていて、カルベンを単理する実験を進めることを決めていた。アルジェンゴの、このカルベンの単理に対する直感は成功した。1991年に、初めての試みから150年以上もの月日が流れ、 安定で結晶性の良いカルベンは、デュポン社の研究室で管理され、構造解析がなされた。安定なカルベンの発生を初めて成功させた反応の後で、アルジェンゴは、デュポン社のマネージメントから援助を受け、この分野の研究を継続的に発展させることを認められた。様々な地換気を有するカルベンが合成され、構造解析が進められた。 講和のイミダゾリン -2 イリデンは、かなり後半に渡りハンス、ウェルナー・バンツリックによって、30年前にカルベンの管理をしない状態で検討が進められていた。このイミダゾリンから誘導されるカルベンは、窒素原子上に適切な置換器を導入することで、管理するのに十分な安定性が得られることを示された。空気中安定のカルベンも構成された。この科学は、 チアゾールマイナス2イリデンを含む領域にも拡張された。このカルベンは1957年にビタミン B1 の触媒サイクル中の反応活性中間体としてその存在を推測されたが40年以上もの間単理されていなかった。イミダゾールマイナス2イリデンは NMR スペクトル、高学電子スペクトル、そして X 線と中性子線による実験的な精密電子密度解析によって広範囲にわたり構造解析が行われた。安定なカルベンに関連するアルジェンゴの研究グループの構造解析はこの分野の科学を広範囲に網羅することによって包括的に集積されていった。この新しい科学は様々な元素中心とカルベンの反応を起こした。このカルベンと反応し、 構造解析された元素は、要素、アルミニウム、銅、銀、マグネシウム、アエン、ゲルマニウム、ニッケル、白金、ランタニド、そしてビスカルベンプロトン作体中の水素である。1996年からのアルジェンゴの研究は、フンボルト賞のホストであるラインハルト・シュマッツラー、教授との関係に大きく影響した。ブランシュバイクにおいて得られたアルジェンゴのカルベン科学の 研究成果は、イミダゾールマイナスにイリデンとフッ素化された、無機化合物との反応に関連していた。この時の新規な化学構造は、次のカルベンフェニルテトラフルオロホスホラン、カルベン PF5、カルベンアスフ5、カルベン SBF5、そしてカルベンボーイフレンド3の付加体において報告された。デュポン社でのアルジェン5の最終的な研究業績は、カルベンアルカリド類金属。 カルベンアンチモン、カルベンカドミウム、カルベンリチウム付加体に関する内容であった。カルベンとホスフィニデンの反応は、イミダゾリンマイナスにイリデンの挿入反応に加える形でアルジェンゴ研究室から報告された。1998年、アルジェンゴと共同研究らは、バンツリック研究室での安定なカルベンを生成するための初期の試みについて、 デュポン社で成功した実験から得られた知識と経験を考慮して注意深く再検討した。バンツリックのほとんどの研究は、飽和の形のイミダゾリン -2 イリデンに関連していた。このイミダゾリン -2 イリデンは、窒素原子状の傘高い地換気を有しない状態でに、両体を与えると予想されていた。しかし、イミダゾール -2 イリデンと1、3、4、 ゴテトラフェニルイミダゾールマイナスニーリデンは、単量体として単理できるカルベン、または単理されるはずのカルベンとして、それらの研究課題が残されていた。バンズリックの独自な方法を再検討することは、初期の科学者の研究を妨げていた、いくつかの鍵となる実験操作の特徴を示していた。これらの問題が正確に解決されたことによって、デュポン社の科学者たちは、 目的のカルベンを管理することができ、X 線結晶構造解析を含む分析手段を使い完全にカルベンの構造を解析することができた。ハンス、ウェルナー・バンツリックへ捧げる研究成果として、これらの結果は、1、3、4、5テトラフェニリミダゾールマイナス2、イリデン、ウォンツリックの夢の実現化と題して、論文において公表された。アラバマ大学では、 アルジェンゴ研究室から報告されている研究については、イミダゾールマイナス2イリデンの基本的な構造因子に関わる成果につながる内容に焦点が合わされている。その基本的な構造因子とは、置換期効果である。この効果により、新しい化合物、例えばシクロペンタジエニルチジ,ジミ、簡イミダゾールマイナス2イリデンにつながる研究が行われている。ジホスファシクロブタンマイナス2、 4ールに関する異常原子化の研究成果が、吉藤正明教授と伊藤重和准教授との共同研究の成果として、アルジェンゴ研究室から報告されている。アルジェンゴは、科学的な水素貯蔵材料と、非線形工学材料の研究プロジェクトも進めている。2015年には、ティール・オパッツ教授と共に、アルジェンゴは、スタンス連立組織を創設し、 木材バイオマスをもとにした持続可能な科学のために尽力を捧げている。ありがとうございます。